ジョン・シース・テニス宇宙センターは、アメリカ合衆国ミシシッピ州とルイジアナ州の宗教近くのハンコック郡にある、アメリカ航空宇宙局で最大のロケットエンジン試験、施設である。A-2 試験棟の建設 NASA は、ルイジアナ州ニューオーリンズのロケット製造施設と、フロリダ州ケープカナベラルのロケット打ち上げ施設の中間地点にロケットの試験施設を作ることを要求した。 またその場所は大きすぎて陸上輸送には向かないアポロ計画用のロケットモーターを運び込める場所でなくてはならなかった。選ばれた場所は人口が少なくその他すべての条件に適合していたが建設が始まる前に5つの小さな集落に住む700家族に立ち退いてもらう必要があった。村道や教室が一つの学校等は現在でも 施設の中に残っているミシシッピーテストオペレーションズとしての55平方キロメートルの開発は1961年10月に開始された。公式にはフィエリアとして知られる試験地域は506平方キロメートルの急温性の干渉地帯に取り囲まれている。コンクリートと金属製の大きな試験施設ではサターン V ロケットの1段目と2段目の試験点火が 行われた。また、すべての住むは、この施設で、最終検査を受ける。アポロ計画が終了すると、この施設の利用も減り、地域の経済に、大きな影響を及ぼすようになったが、年月を減るごとに、別の政府組織が、この施設に移動してきて、経済的な恩恵をもたらした。1990年代には、様々な新しいコンセプトのエンジンを試験するために、 E と名付けられた新しい複合試験施設が建設された。この施設で行われた一連の試験の結果、ハイブリッドロケットモーターが商用化し、世界で初めての民間企業による宇宙船スペースシップ1にも搭載された。アメリカ海軍の試験に用いられる施設にある2つの25万ガロンの水タンクは、1999年の映画ダブルジョパディの撮影にも用いられた。 この施設は何度か名前が変わっている。1965年の開業当初はミシシッピーテストファシリティと呼ばれたが、1974年にはナショナルスペーステクノロジーラボラトリーズと解消され、1988年に先代のミシシッピ州選出のアメリカ合衆国上院議員ジョン・シース・テニスのアメリカの宇宙開発への継続的な貢献を称えて、 現在の名称に改められた。施設は2005年8月末のハリケーンカトリーナによって損傷を受けた。2007年にはロールスロイスホールディングスがジョンシーステニス宇宙センターに屋外の航空エンジン試験施設を開設した。イギリスのダービー近郊のハックナルから騒音の問題を受けて移転してきたものだった。試験棟は QH1 テストベッドの場所に作られた。 A-1 試験棟でのすぐの点火試験 A-1 試験棟は、もともと、サターン V ロケットの第2段目のエンジンを試験するために設計された。最大動荷重は170万重量ポンドである。A-2 試験棟は、すぐの試験に用いられる。最大動荷重は110万重量ポンドである。NASA は、新しい A-3 試験棟では、 高軌道での運用を想定した真空条件下で J-2 ロケットエンジンの試験が行われる予定である。また、海面高度での試験施設としても用いられる。B-1、B-2 試験棟は、二つで最大道、過重1100万重量ポンドの試験施設である。デルタ4のエンジンの試験に用いられた。E 複合施設では、小さなエンジンや、 構成部品の試験が行われる。早朝、霧の海に浮かぶ A-2 試験船2005年時点で、ジョンシーステニス宇宙センターには30を超える政府機関や民間企業が入居している。現在、その最大のものは、この施設の NASA の職員数より多い3500人の隊員を要するアメリカ海軍である。主要な入居組織には、以下のようなものがある。 ジョンシーステニス宇宙センターの外来者用施設はステニスフェアとして知られている。NASA の活動や宇宙探査、科学、地質学、気象等に関する展示物が展示されている。18人以上の見学には写真のついた身分証明書が必要である。ありがとうございます。